2011年マイアミ国際文芸祭にてサインに応じているホルヘボルピーホルヘルイスボルピエスカランテはメキシコメキシコシティ出身の著作家若い頃から執筆を始め16歳の時にメキシコ大学センターが主催する文学コンクールに作品を応募する同賞には後にクラックムーブメントを共に主導することとなるイグナシオパディジャヤエロイウロスも参加している 1991年、メキシコ国立実地大学法律学部を卒業し、その後同大学のメキシコ文学修士を取得する。1995年、サラマンカ大学の文献学博士課程に進み、後にエッセイ、戦争と言葉として出版された博士論文を上司する。1996年、パディージャ、ウロス、 他メキシコ人作家たちと共同でクラック宣言を発表する。これは、いわゆるラテンアメリカ文学ブーム世代の上流から脱することを目的としたポストブーム作家たちによる文学運動に先立つマニフェストであり、ボルピたち代表的な作家はクラック世代と呼ばれる。1992年出版の長編、暗い沈黙にもかかわらずでデビューした後、 メキシコ国内外の出版社から小説やエッセイ、評論等を発表する。1999年に長編小説クリングゾールを探してを出版し、ビブリオテーカブレーベ賞を受賞。また同書は世界25カ国語以上に翻訳され、作者の国際的評価を確立させることとなった。同作は20世紀をめぐる三部作の一作目とされ、狂気の終わり。 地球じゃないの出版をもって完結した。ボルピの小説が原作となった同名映画、選ばれし少女たちが2016年に公開され、アリエル映画賞の作品賞を受賞した。近年では、長編、ある犯罪小説を発表し、スペイン語圏の権威ある文学賞、アルファグアラ賞を獲得した。ボルピは、アメリカのコーネル大学、プリンストン大学、 エモリー大学、メキシコ国内のラスアメリカス大学等で教鞭を取り、また2013年から2016年の間、ラテンアメリカで最も重要な芸術の祭典として知られるセルバンティの国際芸術祭の代表を務めた。退任後の2016年12月からは、メキシコ国立自治大学の文化普及局代表に就任するなど、 執筆活動以外でも幅広い活動を続けている。ありがとうございます。